はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のスペシャルステージの一コマ、シュッシュとマクトお兄さんのやり取りについてですね。マクトお兄さんは今回喉を痛めていて声が出せないんですが、それも全て含めてシュッシュが一人でセリフをやってとても上手でしたよね。吉本新喜劇の乳首ドリル砂をお腹ドリル砂に変えていろいろ笑わせてくれましたよね。皆さんはこのネタご存知でしたか？はい、今日はお母さんと一緒のスペシャルステージ、マクトお兄さんとシュッシュの一幕についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。